エイフィン・フリチョフ・フィエルスターは、ノルウェーの指揮者、バイオリニスト。名前については、エイビン・フィエルスターと等と表記されることもある。1903年、クリスチャニア生まれ、オスロ音楽院とライプツヒでバイオリンを専攻し、ベルリンで、クレメンス・クラウスに指揮法を教わった。1923年に、オスロのフィルハーモニー協会管弦楽団のバイオリン奏者となり、 1945年からは辞職するまでコンサートマスターを務めるまでに上り詰めたが、その一方で1931年頃から式を始めるようになった。1946年から1962年までノルウェー放送還元楽団の主席指揮者を務め、1958年から1960年までノルウェー国立歌劇場の芸術監督を兼任した。 1962年から1969年まで、フルスのフィルハーモニー協会還元楽団の主席指揮者を務め、1969年から、市の前年まで、ベストフォール公共楽団の主席指揮者を務めた。教育者としても1920年代から母校のオスロ音楽院で教鞭を取り、弟子には、クヌートニューステッドや、アルフセーエンらがいる。1983年、 オスロにて没。SNL、の、ハハトントモムック、指揮者のすべて音楽のとも者。1996年、P199 ナクソス。ありがとうございます。